第五節、三五一。救法。連続三回吐いてから一回数呼吸法ですが、これから後の呼吸法の基礎訓練と言えます。ハッハッハーッと息を三回連続で息を吐きます。最初の二回のハウは二から三秒。最後の三回目のハウは,は前の二回より長く吐きますが、慣れてきたら最後のハーッ できるだけ長く吐くようにします。はっはっはの全体の長さが30秒くらいになる程度に息を吐きます。吐くごとに軽く上体を上下すると楽にできます。吐くときは上半身を少しかがめて、溝ちに首首で屈折線ができるようにします。思い切り息を吐き切れば、吸う息は自然に入るような感じとなります。 はハははを12回くらい繰り返したらゆる息を3回行いリラックスしますこれをワンセットとし一度に5回くらい行いますもちろん上巨下身の姿勢で行います3519法はできるだけゆっくり呼吸する超息の基礎訓練となります第6節ハロー息寄せては返す波のような呼吸であるという意味で ハローと名付けられました。丹田呼吸法の基本中の基本です。ハロー域は、上腹部の硬さを取り去り、溝落ちの下を柔らかくすることを主目的としています。これには、小ハロ域、中ハロ域、大ハロ域の3種類があります。呼気のとき、上腹部に屈折線を作るようにします。呼気では、上体をやや前に折り曲げて、 溝落ちを柔らかくして下腹部丹田に力を入れるようにします。A 小波浪域手の置き所は左手の手のひらを丹田を抱きかかえるように下腹部に当て右手小指の腹外側を屈折線の上に当て上腹部の様子を感じられるように右手の手のひらを上腹部に密着させます。9期では、 上腹部と反対側の背中の部分を軽く締めて、土のあたりを軽く膨らましてあげるようにして、胸を広げながら息を吸い込みます。肩の力はいつも抜いた状態にして、胸全体が広がるようにします。呼気では、胸の力をゆっくり抜きながら、前屈します。息は、動きにつれてゆっくり吐きます。前こごめの仕方は、まず、 溝内を補助に乗せるようにして、息を吐き切る前に屈折線の部分を背中に引きつけるようにします。その時、右手小指の横腹、外側を屈折線に差し込んで、屈折線を少し圧迫気味として引き締めの補助をします。左手は下腹部に支えるように当てておきます。こうして前屈し切ったところで、息を完全に吐き切ります。 呼吸が終了したら、起こす・す伸ばすの動作でゆっくり吸気しますがこの時の吸気は自然に入ってくる感じで吸気します初めのうちは単に体を前に曲げるだけの動作を行います動作に慣れてきたら単電を意識して下腹部に力を入れるようにします下腹部に力を入れると言っても トイレで排便するときのように息んでやっこ攻めしては逆効果です。あくまで下腹部のみに圧がかかるように力を入れる練習をします。さらに熟達して下腹部のみにうまく力が入るようになれば、息を吐くときに意識して肛門をぐっとと締めるようにします。このションハロー息は通常は12回行い、さらに左右の手を変えて12回行います。 B 中波浪域手の置き所は小波浪液と同じで左手の手のひらを下腹部に当て右手小指の腹を屈折線に当て上腹部の様子を感じられるように右手の手のひらを上腹部に密着させます吸気は小波浪液と同じで上腹部と反対側の背中の部分を軽く締めて乳のあたりを軽く膨らましてあげるようにして。 胸をを広げながら息を吸い込みます。肩の力はいつも抜いた状態にして胸全体が広がるようにします呼気では屈折線の引き締めはしないで上腹部の腹か筋を緩めたままにします上半身を前に曲げながら右手の中指薬指お座しで緩めた腹か筋を抱え込むようにして右手の小指横腹を屈折線上に当て 手のひらで上腹部を押しながら、右から左に軽く滑らせるようにして揉みます。同様に、左手は右手とすれ違うように、反対方向へ、左から右へと下腹部をこすりながら揉みます。同時に、下腹部に力を入れ、肛門を締めるようにします。揉むことで息を漏らすように、短くフッフッフッと吐きます。 12回両手で腹部を押すことによって1回の呼気を出します。呼気においては息を吐き出し上体を前に曲げ右手で溝落ちを深く折り曲げ肛門を締め下腹部鍛錬に力を入れる一連の5つの動作を同時に行います。呼気が終了したら起こす伸ばすの動作でゆっくり吸気しますがこの時の吸気は。 自然に入ってくるような感じで吸気します。この一連の吸気と呼気の動作を6回行いさらに左右の手を変えて同じような一連の動作を6回行います C 大波浪域手の置き所は両手親指の腹を腹部の屈折線と正中線の交点に置き残りの指は下腹部に置きます吸気は小波浪域と同じで 上腹部と反対側の背中の部分を軽く締めて、父のあたりを軽く膨らましてあげるようにして、胸を広げながら息を吸い込みます。肩の力はいつも抜いた状態にして、胸全体が広がるようにします。呼吸では、息を吐きながら肘を張り、下腹部に当てていた両側の手のひらを下向きに重ね合わせて、親指の先を、 屈折線上の成中線を挟むようにしてあてがい呼気が進むにつれて親指を差し込みますこの時体を前屈しながら溝落ちを前に落とし肛門を閉めて下腹部を巻き上げるようにします呼気が終わったら屈折線上で親指を内側に寄せたり外側に開いたりしながら腹軸筋を12回息を漏らしながら揉みます揉むは 上体ををして、て腹部を緩めて揉みます。呼吸が終了したら起こす伸ばすの動作でゆっくり吸気しますがこの時の吸気は自然に入ってくるような感じで吸気しますこの一連の動作を12回行います第7節屈伸域ハロウ域に慣れてきたら屈伸域に移ります屈伸域は 本格的な長域のトレーニングで脳の血液循環を高め深い精神的境地に導く効果がありまする吸気では両手を腹部から胸部に沿って上げていきますこの時背骨を頭が多少仰向けになる胃に思い切り反らしますそして鼻からゆっくり6から7秒かけて息を吸い十分胸を開きます 体を軽く前に倒しみぞおちを落としてくくらせるようにしながら両手を静かにみぞおちまで下ろしていきますそして両手の指先でみぞおちをさらに軽く押し込んでくくれを深くしながら瞬間的にうむっと強い息を出しますこれがモキですさらに両手を下ろし下腹部から下を抱えるようにしてす もう一度強く短い息を吐きます。そのままの姿勢で、再び10分に息を吸って、いよいよ、長い呼キに移ります。状態を静かに思い切り前に倒せ。支障と平行になる今で倒しながら、息を吐き続けます。この時、下腹部鍛錬を意識し、ここが充実するように意識します。最初は、 12から13秒を目標にしますが慣れたら20秒くらいにします最終的には30から40秒になるように努力します肺の中の空気を一滴残さず吐き切るつもりで息を吐きます息を吐き切ったらゆっくり上半身を起こしていきますこの時吸気は自然にゆっくり入ってくる感じになります 長呼吸が終わったら上半身を起こし全身をリラックスさせゆっくりした自然呼吸のゆるい息。父のあたりを軽く膨らまし上に上げるように息を吸いますそして膨らんだ胸を元に戻すとともに軽く前屈しながら息を吐きます最初の吸気を長くしてそれから短く呼気吸,吸気呼気吸,吸気と最後に長く呼気を行います 普通は3回行います。一息ごとにリラックスしていくのを感じてくださいを行います。この時は息が自然に体の中に入ってくるような感じになります。屈伸息は普通3回くらい行いますが、それ以上でも構いません。